I am Prisa Philippines and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa. Watashi no chaneru ni yokoso. Watashi o Philippine Chris desu. Happy holidays everyone. Welcome back for another reaction video and for today I am watching The Behavior of Director Moriyasu after the World Cup defeat. This video is from this channel. Dewa sasuku, hajimemasho. Yokoso. Sugoizo Japan he.サッカーワールドカップカタール大会は5日日本時間6日決勝トーナメント1回戦で日本はクロアチアと1対1で延長戦に突入し PK 戦の末に敗れました。試合後、森保一監督がスタンドで声援を送り続けたファン・サポーターの前に一人で立ち、口を固く結び、左胸に手を当てると、90度近く体を折り曲げ、感謝のお辞儀をしました。そんな指揮官の姿が海外で大きな話題になっており、世界中のメディアがこのシーンを報じています。米スポーツ専門局ESPN のサッカー専門ツイッターは、日本のはじめ森保監督がカタールへ応援に駆けつけたファンへ感謝のお辞儀、リスペクトと示し、称賛のメッセージを掲載。A メディア V ベッドニュースは、公式ツイッターで、試合後ファンに頭を下げる日本代表の森保はじめ監督、一流の振る舞いと投稿すると、海外メディアファン88も公式ツイッターで、日本代表の森保一監督はわざわざカタールまで応援に駆けつけてくれたファンへの感謝の気持ちを込めて頭を下げた、すべてが一流と綴っています。またジャーナリストのフレイド・カーン氏は公式ツイッターで、日本の応援にカタールを訪れたサポーターに感謝の意を示した。これは今回のワールドカップで最も力強い写真の一つとなった、とお辞儀をする森保一監督の写真を投稿しています。クロアチアの地元紙24サタは、日本の指揮官の試合後の言葉と振る舞いを次のように伝えています。日本人監督の真摯な振る舞い、ファンにお辞儀。森保はじめ率いる日本代表は、ワールドカップのベスト16に進出したが、PK 戦の末、クロアチアに敗退した。彼は選手たちに文句を言うつもりもなく、次のように語った。この結果は、選手たちが最善を尽くしていないという意味ではない。ベスト16を通過することはできませんでした。しかし選手たちは日本サッカーの新時代が始まったことを示しました。この強みを生かして、今回の敗戦を次の勝利への原動力にしていきたいと思います。彼らは成長し続ければならないと。そして森保監督はスタジアムのファンに深々とお辞儀をした。なんという紳士的な振る舞いだろうか。彼はサポーターの前で頭を下げたのだ。そのサポーターたちはサポーターたちで、まるでルーティーンのようにスタジアムのゴミを集めている。こんな日本の姿には感服するしかない。記事内容は以上になります。このシーンを FIFA 公式インスタグラムも、お辞儀をする森保監督の写真に合わせて、日本代表とファンに対して胸が張り裂けるような思いです。ワールドカップに足跡を残してくれてありがとうございましたと綴っています。日本にとって悔しい敗戦となりましたが、敗戦の中で森保監督が見せた日本人らしい振る舞いに、世界から称賛の声が溢れていました。この出来事に対する海外の反応をご紹介します。あなたはワールドゲームに負けるが、
あなたはワールドリスペクトを勝ち取った。Yes, world's respect. ありがとう、青い侍。And everyone's heart. 尊敬しかない。この人たちは本当に尊敬できる。彼らがいなくなるなんて残念だ。彼らは勝てなかったが、敬意と教養を持ってさよならを告げ、彼らのファンはどこに行っても文化への愛を示している。あなたは最高のチームです。あなたの国に敬意と尊敬を表します。日本のサッカーチームと国民を尊敬するよ。彼らが負けたのは悲しい。しかし彼らのファンとチームは他の世界にインスピレーションを与えた。彼らは勝てなかったが、彼らは私たちの心を掴んだ。とても尊敬に値する。So much love and respect. いや、我々が君に感謝する。うお、なんて写真だ。日本は素晴らしかった。ベスト8以上で彼らを見たかった。深いお辞儀だ。日本人は完全にお辞儀を習得している。前田は交代するときにいつもやっているよ。美しいジェスチャーだ。アジアカップでの活躍が楽しみ。このチームならまた決勝に行けるような気がする。本当に素晴らしい。このチームと彼らのファンは誰もが好きになれる。 Wow, what a powerful gesture of showing your appreciation, your gratitude to the whole world, to all fans that supported Japanese national team in FIFA World Cup. Director Moriyasu's act of bowing to all the fans was a class act. Japanese national team and even the fans were admired by the whole world. Win or lose, Japanese fans are keeping trash. That's a very humble gesture of Japanese.Even Director Moriyasu, he accepted the defeat with all his heart, with all respect. And me, as an Asian person, I'm so proud of Japan representing the Asia in this World Cup. Thank you so much, Japan National Team or Samurai Blue, for the whole amazing journey to FIFA World Cup. Congratulations, and we'll see you once again. Well, anyway, thank you so much to the uploader of the video. And guys, thank you also for watching with me. I'll see you very soon.